弘前市は青森県西部の市である。日本で最初に市政を施行した都市の一つ、弘前藩の城下町として発展し、現在も津軽地方の中心都市として、周辺自治体に広がる人口約31万人の弘前都市圏を形成している。人口では青森市、八戸市に次ぐ県内3番目の都市。 明治22年の時点では、仙台市、森岡市に次ぐ、東北3位の人口規模を誇った。江戸期は、城下町として、戦前は、陸軍第8師団の軍都として、また旧西広前高校をはじめとする学徒として、栄えた。戦後、第8師団の解散により、軍都としての機能は終えたが、国立大学が新設されたことから、現在も、 学園都市としての性格を保ち続けている。広崎市は、リンゴの生産量が全国一で約20%を占め、リンゴにこだわる町づくりを目指し、リンゴ色の町広崎をキャッチフレーズとしている。また、広崎公園で開催される広崎桜祭りや、広崎城も全国的に知られており、お城と桜とリンゴの町のフレーズは古くから使われている。 8月には、国の重要向け民族文化財に指定されている、広崎ネプタ祭りが開催される。毎年100万人以上の人出があり、広崎市を代表する夏祭りとなっている。広崎市中心市街地周辺の空中写真、2016年撮影の6枚を合成作成、国土交通省国土画像情報をもとに作成、最高気温局地、 摂氏37.0度最低気温局地、摂氏16.2度最新積雪、153cm、微光水量、277mm 津軽市が収める広関藩の城下町として栄えた。市長選挙、編集2018年4月8日、最終投票率 53.、53.40%2014 年4月13日、最終投票率。 38.35%2010 年4月11日、最終投票率 58.06%2012 年9月21日、市議会9月定例会の最終日において、定数を34から28とする条例案が可決された。定数変更は2015年の市議選から適用される。2019年5月1日現在、 マルエス主婦の店は閉店後、広崎市内の一部店舗がユニバースに引き継がれた、銀行政策金融機関共同組織金融機関、証券会社農業共同組合、編集明治時代からの市街地土手朝鮮後以降の市街地駅前地区広崎市の中心市街地は、半世時代に築かれた城下町の町割りを原型に発展した、1894年、大宇本線の停車駅として、 弘前駅が開業すると、城下町から弘前駅に向かって市街地が拡大し、1898年の陸軍第8師団の軍施設が設置、整備されたことで市街地は南へ拡大した。2015年の時点で弘前市内は土手町を中心とした半径 2.5km の範囲にまとまりのある市街地が形成されている。中でも、 半世時代から商業が栄え、明治時代に商店街化した土手町周辺と関節鉄道の広崎駅が開業したことで開発が始まり、戦後は再開発を繰り返しながら商業地化した広崎駅前地区という二つのエリアを中心に、百貨店や駅ビルなどの商業施設や飲食店が集中している。また、広崎公園周辺は、 広崎市役所や青森地方検察庁広崎支部、青森地方裁判所広崎支部などの施設が存在する観光町外を形成しており、駅前と土手町、観光町外という3つのエリアを結ぶように100円バスが運行されている土手町、編集広崎市中心市街地周辺の空中写真。1975年撮影の8枚を合成作成。 国土交通省国土画像情報をもとに作成。土手町とその周辺は、半生時代から三近高大寺の欧州街道に通じる道として、町屋が形成され、明治時代になると商店街化された。半生時代には、本町が広前城下の中心外的地位にあったが、1897年頃には、陸軍第8師団の設置による人口増加。 購買力の変化等の影響で、中心商店街的地位が土手町に移っている。大正時代には、東北地方発のデパート、各和宮川が土手町に開店するなど、近代的な都市文化が花開いた。1950年代には、広崎電気鉄道は2線が開業。この路線の終着駅である中央広崎駅が、 土手町からほど近い吉野町に開業すると、中央駅周辺は、歓楽街として発展した。さらに、1960年代以降は、金町、武田百貨店、五所川原市から進出した、中山百貨店などの百貨店が、土手町に店を構えるようになり、土手町とその周辺は、広崎市内でも、有数の商業集積地域となった結果、 現在に至るまで、広崎市内の中心市街地に位置づけられている。広崎駅前、編集 JR 広崎駅中央口前の様子、JR 広崎駅を中心とする広崎駅前は、明治時代に、関節鉄道の駅である、広崎駅が開業したことで開発が始まった。その後、旧陸軍第8師団司令部設置による、軍施設が整備されたことにより、市街地が南部に拡大した。 戦後は、駅前に小売店舗中心の商店街が形成されたが、1979年、闇市時代以来の街並みが残る駅前地区に対して市民からの批判が高まったことで、駅前地区の土地区画整理事業が始まった。事業がきっかけで小売店は姿を消し、代わりに大規模なホテルや、伊東洋家道広崎店などの商業施設が立ち並ぶようになった。 1980年代から1990年代にかけて、駅前地区には、駅ビルやショッパーズ、広崎などの商業施設が開業し、現在の駅前地区は、広崎市内の交通、物販、飲食などの複合的中心地として機能している。旧岩城、編集2006年2月27日、広崎市と合併した旧岩城町は、青森県道3号広崎竹、 アヶ沢線に沿うように市街地が形成され、ガデン地区周辺と岩木川沿いの東部市街地という二つの市街地を有している。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると3.30%減の177,411人であり、増減率は県下40市町村中5位。大学、編集短期大学。 編集専修学校、編集高等学校、編集中学校、編集小、中平設校、編集小学校、編集以下は廃校、特別支援学校、編集幼稚園、編集学校教育以外の施設、編集保育所、編集図書館、編集職業訓練施設、編集文化施設、編集博物館、資料館、編集広崎市立博物館ホール、 編集学習施設等、編集体育施設、編集公民館、編集広崎バスターミナルが中心となる、国土交通省東北運輸局の東北運輸局管内の高速バス輸送実績より2005年度の利用客数を、福祉市内の路線バスはすべて広南バスが運行。夜桜ライトアップ、広崎市立観光環球広崎市図書館。 ミニチュア建造物群、重要文化財は、文化財保護法の規定に基づき国が指定した重要文化財を指す、広崎4大祭り、編集その他の祭り、イベント、編集。ありがとうございます。